こんにちは、コミです。今日はこちら購入品紹介です。もちろん袋はいただいておりません。もうくしゃくしゃになっちゃって、この袋に入れて自分の手提げに入れていたのでくしゃくしゃになっちゃったんですけど、キャンドゥの購入品でございます。わかりやすいですね。もちろんこれは帰ってきてから書きましたよ。はい、今季初かな、夏糸。ちょっと気持ちを上げようと思って買い物しました。これあのね、最近買ってなかったんですけど、知ってはいるんですよね。100円ショップで糸を何個か買うっていうだけで、気持ちが上がるっていう、その効果は絶大なことはよく知っているんです。はい、なので今日はもうキャンドゥ様にこう救っていただこう的な感じで、よっしゃーって感じでお店入りました。では紹介していきたいと思います。何種類かありまして、種類ごとに出しますね。まずじゃん、シルクインマーブル。シルクインマーブルはとても好きです。昨シーズンも買っています、何玉か。でこれは多分新しい色じゃないかと思いますね。今までにない新色じゃないかと思います。でこれを見て、よっしゃ買うかって気になって他のも買ったという、これがまあきっかけになっております。こちらがカラーナンバー10番、これですね。でこちらが8番、ってことは9番ももしかして新しいのかな。他にもういくつかあったけど、他のは目新しい感じがしなかったし、欲しいと思わなかったので、これを選びました。はい、まずシルクインマーブルです。じゃん、ファインコットンヤーン、超極細のコットン毛糸。これね、ほうじ茶ブラウンって書かれたから買っちゃいました。レース糸のことでしょって思ったんだけど。でこちらは絆ピンク、これ他にも色がありました。で綿100、あ、さっきシルクインマーブル見るの忘れちゃった。これレース針が2から05ってなってるので、まあレース糸なんだろうなーって思いながらも、まあ茶色はなんかね、ダイソーのレース糸でもありそうだったんだけど、なんかこのピンクあんま見たことないなと思って、これはもうアポロチョコ色です。なのでちょっとこの2つだけ買ってきたんですけど、レース編みをするかわからないけど、これ2つでこう使ってもいいかなと思って、まあ、この2色を買ったということで、ちょっとこれ見るの忘れちゃったから見ていきますが、綿 73%、 絹 18%、 0.49%、 20g 玉 67m。 一緒、うん、一緒です。はい、でこれが20g で120m という風になっています。はいですね。はい、そしてじゃん、もじゃもじゃコットン。これは私はどっちかっていうと買わないタイプの糸ですね。コットンの間からもじゃもじゃ覗く面白い表情の編み地に仕上がりますという風に書いてあります。綿 75%、 ナイロン 25%、 25g 玉 39m というファンシーヤーン的ですよね。うん、これはちょっと私にしては珍しいんだけれども、まあこのマットにするなり、うーん、鍋敷っていうのもあんま使わないんだけれども、コースターとか、まあそんな風にして使えるのかなと思って1個買ってみました。
これはちょっとネタに、はい、これ最後にうーんって迷って押して入れました。だから早急に使わないとこれ多分残ります。じゃん、これが SNS で見て気になっていたものですね。竹の編み糸、これからし色、これが藤紫色、これがきなり色、これも他にもまだ色がありました。で、これだけこの3色にしたんですけど、分類外繊維竹 20g75m、 これなんとかバンブー、ちょっと名前忘れちゃったな。ダイソーにバンブー系のやつありましたよね。まあそんな感じなのかなーとかちょっと思ったんですけど、まあこれもちょっとこの3色でなんか編めたらまた多分マット系かなと思うんですけど、なんかうん編めたらなと思ってこの3色を選びました。はい、あとは糸はもうおしまいです。でちょっとこんなのも買ってみました。これはあのリングにしようと思って、これリングなんですけど、あの早水リング的なやつ、このなんかカットが入ってるっていうの、普通のリングじゃないというやつがあったからちょっとこれを買ってきたのと、これがあの1番目のところに印としてつけるのにこれいいかなと思ってちょっと買ってみました。これとこれ、はい、ということでキャンドゥ商品はすべてご紹介してきましたので、ちょっと飲み物に行きますね。今日の蓋付きマグカップ、はい、白湯です。これは、キャンドゥの買い物なんですけど、ちょっと番外編で、セリアバージョン。セリアさんでは糸を買っておりません。もうこれだけ買ったので、とりあえず元気になったので。で、ノートが、靴下のノートがね、今までこれを使ってたんですけど、もうこれ残りが少なくて、私結構前に、100均で気に入ってるノートがあって、それを、何冊か買ってあったつもりだったんだけど、もうね、使い切ってたみたいで、家に新しいノートがなかったので、セリアで何冊か買ってきました。どれを靴下にするかはまだ決めてないんですけど、これが多分似てるかなーって今までの靴下のと。中がこんな感じで、このちょっと色がついてる感じのね、これ。可愛い感じのこれを1冊と、でまあこれはシンプルにリングも好きなんだけど、ここリングじゃないのも私結構好きで、ちょっとこの真っ白じゃないちょっとだけ色がついてる感じ、わかりますか？ちょっと他の白いのと比べるとわかるけど、うん、ザシンプルってちょっとなんかでも表面は光ってる感じですね。で50枚っていうことでちょっと枚数多いと思います。これ48枚ってなってる。でこれはこれなんかパッと見誤解しません？ティファニーと多分そういう狙いかなって思いながら、これね表紙が白いのもありました。で私はこっちの色の方がいいなと思って買ったんだけど、これ多分狙ってるよなって思いながら買ったんですけど、中はこんな感じですね。で、これが白いと思います。色としては。で、さっきのこれの色がちょっとこの黄色みがかってるっていうのがこれでわかりますよね。白も好きなんですけど、私このちょっと色がついてる感じのものが好きだったりします。はい。で、こちらが、これもやっぱり、黄色みがかってますね。
で、これのいいところはここにミシン目が入っているので、まあ、切れるということですよね。だからこう使い道としてなんかこの切れた方がいいなっていう場合にはこれを使った方がいいのかなっていう感じで、4種類ノートを買いましたが、これが、セリアさんで買いました。はい、セリアさんでは糸を買っておりません。はい、ということでちょっとこれ編んでみましょうか。これ早く使わないと絶対残るやつだと思う。鍵が6から7号練り込んであるっていう練り込んであるっていう言い方はちょっとあんまり正しくないかもしれないけど、こういう感じで見えますか？なんかあの白いところはタコ糸っぽい感じなんだけど、その一緒にこう寄ってあるもの、紫とこれは水色、他にも色がありましたけど、それがなんかボソボソって感じ、ボソボソって言い方あんま良くないけど、それが一緒に寄ってあるみたいな感じですよね。もじゃもじゃって言ったらいいかもしれないですね。もじゃもじゃコットンって書いてある。一応編み地こんな風に書かれています。で、6から7号でしょ。じゃあ7号で編んでみたいんだけれども、長編みの円にしようかな。1編みにくい感じはないかな、今編んだところ。そんなに硬い感じでもないし、あ、タコ糸って言いましたけど、こう色がって意味で硬くはないです。糸自体はどっちかちょっと柔らかいかもしれない。なんかタコ糸っていうとね、ちょっと硬そうなイメージを持ってしまうかもしれないけど、全然硬くないです。表側と裏側と出方が違うんですかね。あの、私買ってないけど、今売ってるポンポンのは分かんないな。あのピエロさんだかで売ってるポンポンにポンポンがついてるみたいなやつありますよね。あれって表側じゃなくて裏側に出るみたいな感じでしたよね。これどうなんだろう。ちょっとこれ編んだら裏にしてみますね。柔らかい、本当に本当にって、誰も嘘って言ってない。編みやすいっぽい。コットンとナイロン、じゃあちょっと丈夫とかだったりするのかしら。これが表側。さて裏側は、じゃん。そんなに裏と表と差はないのかしら。まあ、編み方にもよるのかな。まあでも柔らかい。ポンポンのやつ、あ、今出ているポンポンのは私買ってないので、私が編んだことあるのはピエロさんだかで売ってるやつですね。あ、それじゃなかったかもしんないな。違うポンポンか。あれ別に編みにくくなかったでしたっけ。なんか私違うのと勘違いしてるかな。ポコってついてるから、なんかちょっと引っかかる感じがあって
ってなんか編みにくいなーって思ったのがあった気がするんだけど、これはもうポンポンじゃないですもんね。だってこの紫とか水色の糸がまっすぐな糸じゃないけど、このちょっとふさふさって感じのものが出ているだけだから、あのデコボコじゃないんですよね、そもそも。だからこう編み目を通るときに引っかかったりということはないという意味では編みにくさはない。でこの白い方の糸の部分も、とても柔らかいからとても編みやすい。なんか私先入観かもしれないですけど、そのファンシーヤーン的なものってなんか編みにくいっていうイメージがどうしてもありますね。あのキラキラのやつとか、キラキラのやつとかもありました。ちょっとキラキラが混じってるようなやつとか。でもちょっと私キラキラはあんまり買わないので今回買わなかったですけど、なんかそのキラキラっていうのが混じってると編みにくいんじゃないかって、なんかそんな風に思っちゃうところもあったりとかするんだけど、これほんと柔らかい。うん、概念が崩された感がある。なんかだから夏らしいですね。これ他の色はちょっとオレンジっぽい、赤っぽいっていうか、そんな感じの色だったと思います。他、2色ぐらいあったかな。ちょっと、ちゃんと見てきてないけど、私はこの色がいいなと思ってこれにしたんですけど、なんかもしかして、ハンカチとかにしてもいいのかな？ナイロンじゃダメかな？わかんないけど、それぐらい柔らかい。ハンカチってもちょっと、その、厚手になるから逆に吸水してくれれば、まあ乾きにくいかまあ柔らかいということが言いたい、そういう意図です。面白い。こういうのっていうのはどういうものを作りますか私こういうのあんまり買わないから本当わからない。バッグ、何を編むんだろう。冷たいものを夏飲むからコーヒースリーブ的なものとかでもいいかもしれないし、あの本当にコースターでもいいでしょうね。こんな風にして使うと涼しげですよね。これでコースターはできちゃうと。ちょっとバックコマ見れましたお気に入りの。はい、ということでもじゃもじゃコットンをちょっと編んでみました。これ柔らかいです、とても。そして、こちらをキャンドゥで買ってきましたという、で購入品紹介も久しぶりかもしれませんね。ということでこちらもあのまあとりあえず私今回は在庫になるとかならないとかもそんなことは全く関係なく元気になるために買いましただから使う、もちろん使っていきたいとは思いますが、はい、そんなことより買い物をして元気になるという目的は叶えられましたので満足でございます。はい、ありがとうございました本日の手芸というコーナーは毎日19時45分から動画公開をしています。今日のような購入品紹介という場合もありますけれども、毎日の手を動かす時間というのを動画にしております。手を動かしながら一人喋りをしています。今日はどんなことをするのかな、今日は何を喋るのかな、そんなことが気になる方はチャンネル登録お願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日の動画も良かったわよという方は高評価お願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっております。よろしければそちらのフォローもお願いいたします。説明欄の方にいろんな情報が入っておりますので、お時間があるときに見ていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。